どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。世の中、大変なことになっとるな。コロナが流行りすぎてるよね。学級閉鎖とか、保育園とか幼稚園が休園とか、そのせいで親御さんたちが休まないといけないみたいなパターンが増えてるみたいだよ。社会が回らへんな。私も、3つほど仕事の予定が変更になったよ。働かざる者食うべからずやのに、働くに働けへんのは辛いところやな。まあ私も移りたくないし、移したくないから、ちょっと、お外の仕事を減らす予定だよ。学生さんとかは卒業シーズンにはいるのにな、かわいそうやわ。聞いた話だけど、卒業アルバムに入れる写真がないみたいなことも起きてるみたいだね。そらそうや、重要な学生のイベントが軒並みやれへんのやもん。体育祭、修学旅行、文化祭、楽しい思い出ばかりやな。私は別に陰キャの鏡ですね。そんなわけで、今日のレビューはこちら、幻想三国志天元霊神記両堅いだよ。なんかちょっと中国とかそっちの匂いがしますね。この作品の原作は台湾で発売されたゲームなんだ。日本でもローカライズされて販売されてる。ソーシャルゲーム原作ってことですか？いや、パソコンのゲームだよ。日本ではファルコムさんが販売してる。まさかの PC ゲームでも、私全然知らんわ。この作品の原作が販売されたのはなんと2003年なんだ。日本版は2004年。20年近く前の作品やん。下手したらレトロゲーの領域に足を突っ込んどる。調べてびっくりだよ。一応今年の1月に Steam で幻想三国志シリーズが全作品リリースされるみたいで、それの宣伝みたいなのもあるんじゃないかな。なるほど、結構人気シリーズなんやな。ちなみに Steam 版は日本語化されてないみたいで、中国語のみみたいだよ。日本でアニメを放送する意味が。冒頭から文字とナレーションでこの作品の世界観をめっちゃ説明してくれるんだ。物語の中で自然に説明するんやないんやな。この世界には魍魎と呼ばれるものがいて、人に取り付いて人の負の感情みたいなのを吸収して大きくなるんだ。そんな魍魎をなんとかしようとする組織である天元と、天元が組織した両堅いというのが存在して、主人公はそんな両堅いの一員なんだ。なるほど、なんか目新しさみたいなのはあらへんな。うん、原作が古いから仕方ない部分はあると思うんだけど、出てくる設定がどこかで見たことのある感じがすごい強い。既視感まみれって言った方が分かりやすいかもしれない。見てるといろいろな作品が思い浮かびそうやな。すごく雑に言うと台湾版鬼滅の刃とかそういう感じだね。ちなみに主人公の仲間の中には魍魎を自ら取り込んで鬼化して戦う女の子もいるよ。禰豆子、禰豆子なんか元ネタはここやったんか。戦闘シーンの作画も普段の作画もあまりクオリティが高くなくて、作画枚数の少なさをごまかすための演出も結構ある。予算が少ないんやろうな。主人公は両家隊の仲間を集めるためにいろいろな場所に行くんだけど、ダラダラとしたテンポでそれを見せてて、特に印象の残らないキャラがあっさり仲間になるんだ。なんやろ、1話はキャラ紹介とか世界観の説明で使っとる感じなんやな。うん、個人的に印象に残ったのは女性キャラクターのおっぱいくらい。草、そこですか。安牌の作品っていうよりは安っぽいおっぱいみたいな作品。略して安牌。一応タイトル通り三国志のキャラクターも出てくるんだけど、1話の時点ではちょっとあったくらいでほとんど絡みもない感じなんだ。2話以降絡んでくる感じなのかもしれない。なんやろ、これってポイントがあらへんな。そうなんだよね、戦乱の世の中で勝者がまだ決まって滅びくて、そのせいで魍魎がはびこりやすいから、主人公たちがそれをなんとかしようとしてるのはわかるんだけど、1話ではこれっていう感じの面白さはない。微妙や。作画のクオリティやテンポの悪さは気になるけど、いいところもなければ悪いところもないっていう、なんとも言えない感じの1話なんだよね。評価に困る感じやな。すごく個人的には主人公が術を使うシーンで思わず吹いちゃった。え、これの何がおかしいん？主人公が術を使うときに空中に剣で術を綴るんだよ。あ、まあこのシーンで笑っちゃうのは聖剣使いのワールドブレイクが大好きな一部の人間だけだと思うけどね。綴る。ではまた次回。